作家、会議収集家の木原博一くんです。歌手で、近年は役者もしております、日月陽子です。階段大好きで、オカルト本も取り扱って古本屋もやっております。ディレクターの佐々木高雅です。なんで声が暗いね。ほんまですね、またね新年、を今日は本東海日の日ですよね。東海日の日で。<あ>商売繁盛で笹持ってくる。そうですよ。 商売開運の日なんですね。世間ではね、今頃ろエベさん行かれてる方もいらっしゃるかもしれませんね、この時間帯。ほんエベさんって東京で言うたら昔伝わらへんから。あ、え、東京にはないみたいですね。ないみたい。関東。関西。これで関西のなんかあれじゃ。あ、まあ西日本なのか。うん。エベさんってまあつまりエビスさんそうですね。ですね。あの二つのあのエビスさんのスタートラインがある。 一つは古事記に出てくる「いざなぎざなみのみこと」ね、の一番最初に生まれたあの子供さんの,あのヒルコと呼ばれている側がスタートラインの,、うん、あの恵比寿さんと、うんえー、島根県松江市に美保神社というのがありますけども、うん、美保神社の神様分かりやすく言うと、えー、出雲の大社さんの あのー、神様は大国主の尊大国さんなんですけども、うん、大国主の尊さんの息子さんで、うん、あの日本の歴史で一番最初に海釣りをやってた人ですね、うんえー、この人があのスタートラインだっていうのと二、うん、通りの流れがあるみたいですね。うんうん、でだから、あのー、島根県の方の、あのー、松江の美穂さんはいわゆる恵比寿さんの総本山で。 にななってたりすするわけけんですけどももう一つのエビスさんの総本山ってどこだっけっていうふうに今ちょっと首をひねりながら聞いてたんですけども、うん、いずれにしてみても豊漁、あのー、転じて商売繁盛につながっていくというお神様なんで、えー、3日の次はビスさんの日に配信放送なんだと思う ね、まあめでたいねまあ兵庫県ね、西宮神社が一応総本山って言われてますからね一応そう言われてますけどね江部、うん、さんってね、うん、あの笹、ー、と熊手とか、えー、手あとザルみたいな、えーえー、あれねバラバラで売ってるじゃないですか、えーえーうん あれ、全部買います最近一体型のあるんですけどえ、そなあるんですかまあまあ高いんですよ一体型はねだけどこれ3つぐらいバラバラでしょみんな何買ってんねやろっ一番笹は絶対買ってますねとあと熊手とすくあれ何ていうんですかざるでしょうねみたいなんかあれ名前あるんですよちゃんとあありりまますす、あれ交互に買ってます毎年。

が出てきてき東京ササ出てきてへんなあみたいなふうに思いながら聞いてましたけど、うん、あ,あ懐かしい話。うん

売り場面積も3つから1つにまとまるしまあさすが商売繁盛の神様やから商売用に我々も変化せなあかんとそれも3倍するけどねそうですね値段もねまあじゃあお便りいきましょうか来てるんでしょはい広島の広島のといえば高政さんですあらご無沙汰しております高政さんはいここにもいますけどね高い。木原さん日月さん

経験をされたことがありますか。<laughs> そんな経験がございましたら、お話しいただけると、幸いです。今、今、<laughs> なんとおっしゃいましたえ。えっと、脳みその蓋が開くっていう経験したことあるみたいな。あのー。<laughs> 小学校か中学校の頃まで使ってましたね。脳みそみたいな言葉。あ, <laughs> あ、はい。蓋が開くというの。蓋ついてるんですね。うん、うん。いや。 まあ,そう,まあそうと思うけどまず「脳みそ」ってええのかそれでっていうのがまあいいこと「蓋が開く」ってそ頭の話ですかみたいな何の比喩表現なんやろ脳みその蓋が開く脳みその蓋が開くまあともかくね頭脳髄のことをね昔は脳みそと言ってたわけですよな、うんで味噌がつくのかどうかちょっとよくわからないんですけどね<ー>脳だけでも脳髄でも構わないんだけど、うん、脳みそ どうやら頭の中のね、うん、あの思考回路を司る機能の器官、うん、には味噌がつくらしいっていうところだったりするんですけど <laughs> うん、うん、まあ確かに使いましたよ昔その言葉脳みその蓋が開くみたいなような言葉ってな、うん、くはなきにしもあらずなんですけどねあのそのふ蓋が開くというのはこれ ひらめきをさしているのか、うん、驚きをさしているのか、うん、脳みその蓋が開いてる時って頭パカーンって開いた人が歩いてて、うん、うわ見てあの人脳みその蓋が開いたまま歩いてあるわ、うん、どっかの偉い博士かなんかと違うかみたいな風な、うん、風になってるような形容でもなんてないわけですから。うん いや何を指すかないやろうから、まあ、これにまつわってお題に持っていこうかなとも思うんですけれどもねいやこれもね、えー、お題のつもやと思うんで,、うん、ですよね。でこの人のニュアンスでいう「脳みその蓋が開く瞬間と」と聞いているリスナーさんが「うん、脳みその蓋が開く瞬間」 言うと前このことやろうっていうの多分ね合わないと思うなんかフライ方がまつわる階で回遺度は階だってあります取材した中でと何かでもなんかの蓋です出すまあその蓋を開けたことによってなんか起こったとかむしろか蓋を閉めた締めるとかとかなんかその蓋にまつわる階階ねちょっとつながりでいきましょうあのねあの 蓋にまつわるという話で階段というと、うん、そんなにすぐにあの引っ張り出せるわけではなかったりするんですけれども階段、はい、に対してね、うん、蓋をしなければならないという意識を持ってできているというのが、えー、メディアファクトリー版から出た、えー、新耳袋全10夜がそれでできています。うんうん えー、担当編集者の丹治文彦君と、うんえー、ブックスデザイナーナンバーワンと称された祖父江真さんと僕とのコンセプトで新耳袋の本の想定ができています、はい、様々な工夫がでね、うん、新耳袋の本そのものにあの与えたコンセプト っていうのがあるんですよ、うん、なぜコンセプトを与えなければならないのかっていうと他の本とは違って怪談の本だから、うん、不創者版のそれより8年遡る90年度版の不創者版を一晩で読んだらあのこんなことと出会ったとかこんな会に出会ったこんな怖い目にあったという、あのー、体験投稿多かったんですよ関係者に一般の人からも多かったんですねっていうので。 全、えー、10夜をスタートさせようという目的で始まる「新耳袋に」にそれがあったらあのー、なんかね変な本だと思われるっていう,、うん、う怪異を起こしたくて起こしてるわけじゃなくて<ー>百物語に特化しててるっていうことだったりすするわけですね、うんまあ、だ,だから不走者版にあって、えー、メディアファクトリー版にないのは。 付録版はちゃんと100あったんですよ。百、うん、物語で、うん、メディアファクトリー版は1話を抜いて99話にして、うん、で中書きを入れたんです。うん、これ目次にも載ってないんですよ。うん、だから中書きという言葉は正しいかどうかわからないんですけれども、あの前書きがなくて後書きはあるのあるんですが、うん、真ん中にあのー、目次にも載ってないあのエピソードか1話かなんかが含んだようなものがポコっと入ってたりするんですよ。うん、つまりノンタイトルストーリーがそこにあるっていうことやって、うん、えこれ 目次に載ってないけどこれ1話じゃないかと思ったら百物語完成です1冊ででただの中書きだと思ってなんでこんな文章が突然目次に見たらあれ何も書いてないて他の話はみんなねあのナンバリングとタイトル書いてあるのにそこないんですよ突如としてしかも必ずしも真ん中に入ってるとは限ってないて前の方に入ってる時もあれば後ろの方に入ってる時も あっったりするっていう,うに、うん、こ扉書きでもないこれなんだろうと思うのに気がついた人これ1話カウントうん、うん、と思えば「百物語」ああ実は100物語100話で、うん、できてるというセーフティーロックをかけたのが1個 1>、うん、でつまりね本を1話で読んで会議を体験したという人がいるんだったら、うん、それはね本の中から一夜監読によって会議が出てきたのだっていう解釈をしてみようと思うわけです。うん で、この本を読んでもそんなことが起こらないようにっていう目的を与えたいから1は抜いただけでは足らん。うん、というのでこの本の想定に、あのー、コンセプトを与えるという考え方でどう捉えたかというとこれを箱と捉える。つまり、あのー 箱は蓋を開けるからものが出てくるであろう、うん、という考え方だから扉を開くというのはつまり蓋を開けるということですね、うん、あのオルゴールの蓋を想像していただければわかるでしょうって蓋を開けるというのは上に真上に上がるというのもあるけれども上にただ上がっていくというものもあったりします、うん、いわゆる腸貝が,がついてる系ですね、うん、でも本人は背拍子があるので腸貝に該当するでしょうなので あのー、扉を蓋とあと、のー、仮定するということに見立ててということなので、うん、閉じると箱になるっていうコンセプトを与えんがためにあの小口というね色ついてますね色,そう色ついてますよね、えー、あれをつけている,いるのは何でついてるのかというと箱と見立てるためです、うん、したがって扉を読んでる最中は箱が開いている蓋が開いている。はいうん で閉じると当然、うん、扉が閉塞られてますから再び箱に戻って中のものは出てこられないという、うん、あのー、発想を与えてるわけですね。で、あのー、表紙に網あれのようにいろいろ書かれてますけれども、うん、表紙の段階で既に百物語の入れ物だから百、うん、物語となるように、えー、99話を3つに、うん 33話33話33話ずつ3つの色を重ねて印刷してモアレを作ってるんですよしたがって表のタイトルの「新耳袋」を足すと「百物語」になるというタイトルなんですね。でこれをやるために決定校で印刷するっていうところだったりするから要するにその一番最後の新耳袋で出来上がるものは何かというと表紙だったりするんですよ。 原稿が全部出来上がって OK 出したと同時にするからっていうところだったりするので、うん 1>, うん、1枚の印刷ですからね、うん、あの中身より早く製本より早く出来上がってくるわけですから、うんあのー、で、あのー、33話ずつで親民袋のタイトルを足してでつまり原稿に全部タイトルついてるわけでしょ。うん、あのー、大難話、えー こう出さんって入ってるのが、うん、もうあれで読めないだけで、うんうん、ちっちゃいから読めないだけでで,ですけども、タイトルがあの九十話載ってる上に市民袋が足されてるから。うん、表紙はあの百物語でカバーをしている。うん、外側も中も百物語でで,できている。うん、こんなものの蓋が勝手に開いたらどうしよう、うん。というのがあるので、つまりあの。蓋 あのゆるいと自分で空いたりするかもしれないよね、うんうん、ずれたりするかもしれないよねことを含めて中のものが出たがってるんだったら押しのけて出てくるかもわからない、うんうん、なので蓋に風を与えるっていうコンセプトを 与えたのでつまり蓋に重しをする勝手に開かないようにするということのためにというとこだったりするので新耳袋のメディアファクトリー版をお持ちの方カバーを外して表紙の厚紙写真が印刷されてますとその表紙の,あのにくっつけられているあの色紙がありますあの4や7緑色だとかっていう風にこれねてっぺんと下は あのノリで塞いでないなの押さえつけたらパカッと開くようになってます、まあうん、でその内側に、あのー、サンスクリット語が印刷されてます<お>南行岸にわたって、うんうん、んこれが何を,何を意味するあのサンスクリット語 「非、ねうん、中の非としています」っていうとこですけどもあれ指を突っ込んで開けてみたらあっほんまに印刷されてるっていうのがある、うん、これがね蓋が開かないようにいわゆる蓋を意識しての,あの扉というよりは、うん、あの重しとしての印刷の経文だったりするのでというので、えー、階段本で一番最初に蓋という概念、うん、重しという概念を与えて 中から物が飛び出さないようにということを心がけたというのがでで思い当たる話ですねそれほど箱という考え方と「蓋である扉は蓋である」っていう考え方蓋には重しがいる鍵がかかるべきだって閉じた時に鍵がかかっているための鍵あの自分の力では下から中から出てこないようなための重し。う あのもちろん物理的には重い方がかない,かないに決まってるんですけれども怪異にとっては重くてかないものっていうのって、うん、あのであそうですね封印の時にね皆さんその、ね、よくあの「妖怪百物語」とか映画見たら「ゲゲの鬼太郎」なんかもそうですけどもキョンシーなんかもそうですけども、うん、あの紙をペタッとあって、うん、あの封じるなり命令するなり っていう,ふうにの紙っていうのが何も書いてなかったら神かもわからないけども書かれていることに意味があってこれがあのー、術,術者にとっての,あの意味ある重しになってたりコントロールアンテナになったりするわけですよね、うん、っていうのを,にを想像していただければわかるようにというのを本に与えましたっていう,うにこれを3人で打ち合わせして、うん、ああしようこうしようとした結果 あのー、これが出来上がっていくわけですね、うん、これは中から出てくるだとか、うん、蓋をしなければならないという発想そのものを与えなければできなかった想定です。うんうん、それれれほどままででに、あのー、恐恐たたんですね何より僕がしっていうふうに、うん、現に全重や完結、ねえー、しましたけれども「うん、新耳袋の大 まあ一夜にじゃないな、あの、メディア、えっ、ー、と、副奏者版出してから、あのメディアファクトリー版が出るまで、いろんな出版社営業して回ったん8年間、うん。どっちも相手にして、どこも相手にしてくれなかった。なあ、重版もせえへんような怪談本ですからね、どこも相手にしてくれなかった。メディアファクトリーの丹治文彦という編集者に出会うまでは、どこも相手にしてくれなかった。たまたま読者だったから、こんなすごい本をシリーズで出したいと思って、当時、連絡したっていう経歴の持ち主だったおかげで、えー 何とかなったんですよっていうところだったりしたんですけれども、あのー、その復活を遂げるまでメディアファクトリーあじゃあ不奏者版が出てから翌年からね毎年毎年んいやで今年はどうやら人が亡くならないなあと思ったその年にメディアファクトリーで。 前住やの木原さんが企画通りましたよっていうのが来たんですね。あ,<ー>あもうね階段本書いたからというせいではないにしてみてもこのドンピシャなタイミングってどうやねんと。一、うん、年だけあの人が死ななかった年があるんですよ。うん、でもその年はあのミ、ー、ュの中から初孫ができましたとか<ー>子供ができましたっていう年だけ、うん、あのー、があったので、うん、これが代わりになってくれたのかな、うん、と思うっていう。だからね。 もっと先になりますけれども法人の時って13回忌とかってあるじゃないですかいろいろ順番あるんですけど13回忌の時にだからある一定の区間になると毎年13回忌あるわけですよ1年だけ子供が生まれたからなくてそのの通りほ他の回忌だってそうですよ7回忌だとかってのだからあの。 いやこれかなわんなと思ったんですようん、うんま、毎年絶対あるわけですからっていうのが7回期も13回期もあったりするわけで、うん、というか続くのがあるわけですからっていうのがあったのでメディアファクトリー版で復活するときにはつまり、これをこういうことを本のせいにしてはならないっていうことのためにうん、うん、まずは本に、あのー、セーフティーロックをかけよう、うん、だからお前では怒らないのだみたいなふうに本に、あのー、願いを込めたかのような形で出来上がっている。メディアファクトリー版で その一晩のうちに読んだら、なんか会が起こったっていう話はあったんですか。かありました。やっぱり封してても、やっぱりそういうことあったんですね。多分ね、あのー、本にそういう目的が与えたかもわからないけれども、っていうのはこっちの勝手です。えー、うん、あのー、そんなことなど、お構いなく、えー、一晩で百物語読んだら怪、会が、いわゆる。 解を語れば至る、うんうん、解を、あのー、読めば解至るっていうふうに頭から決め込んでる人がいるならば、うん、怒ってなくても怒ったと思うかもわからないし<ー>いつも怒ってることなんだけれどもその一夜監読の時にそれが初めて体感でうわっこんなことが起こったっていうふうになっているのかもわからないっていうことも込みですよ。うん、あの人の心が解を形作りますからは うわこんなこと起こったって言ったらお母ちゃん後ろの方で「うんドキドキあるやんか」みたいなこと言うてるかも分からん <laughs> <ー>わけやから、うん、たまたまそのタイミングでなんかその話を聞いても怒ってることが起こっただけの話言うたないやけど「昨日もあったで」とかっていうのってあるかもしれないけれどもっていうとこだったりするし玄関に行ったら「なんで片っぽのゾリがないねん」って言ったら「別なとこに置いてやった」って子供がやったかもわからない猫が怖えたんかもわからないいろんな原因があるかもわからないけど。うん 俺は最後に使った時揃えてたはずやけどもなっていうのがずれてるだけでも貝といえば貝ですあの縁起を担ぐ話とちょっと似てますね目の前をこの猫が横切ったなんか悪いこと起こるんちゃうかと思ってたらどんな小さなことでもこれのことかな結びつけちゃうわけですねだからあのこの番組では線引き線を引いて結びつけない結びつけないようにそれはそれこれはこれっていう風に考えておかないと あの会議を誰々の生徒に脳をかけてこうなったっていうレッテルを貼りたがるって答えは簡単に見つかったように思うかもわからないけど違ったらどうするっていうことと同時にそれはどんなに無機物なものが相手であっても誤解であることに変わりはないでしょうっていうところだったりするから結びつけるにはもうちょっと理由らしいものをっていうものがあのないとあらゆるものが原因としてって食って ついてくるわけですけれども、何よりも、なんで、それが原因やねんっていうことを考えない頭。ではない方がいいと、思います。うん、まあ、例えばね、お墓に行ったからやとか、うん、葬式に行ったからやとか、ね、自殺スるポットに行ったからやとか。関連付けちゃいますよね、ねなんかよく、うん、あの。あの、不思議な原因、うん、どういう理由で、こんなことが重ならけ、重ならなければならないかっていうことって、あるにはあるんですよ。うん、だから、まるで、これを説明をうまくする。 できるるとするならば目には見えないけれども意思ある存在が何か介在してくれたおかげでお手伝いしてくれたおかげで背中を押してくれたおかげで手を差し伸べてくれたおかげでこうなったのではないかという事象というのがあの時たま出会うことが長い人生あるでしょうっていうふうにそれはあの幸運に働く場合もあるし風に働く場合も恐らくあるでしょうっていうところだったりするのを 何かに結びつけて考えたがるっていうのは、人間の癖のようなもんだと思うんですけれども、うん、あの階段をに特化して考えるんだったら、その癖というのはなるべくしない方がいいと思う。そうで,すね、で、うん、同じ結びつけるんだったら、感謝にだけは結びつけましょうというふうに、うん、あの、心がけています。悪いものには結びつけない。うんうん、悪いものに原因があるんだったら、それはまあ、あの、自分でしょうっていう,ふうに思った方がいいけれども。 と自分に言い聞かせて、うん、あのええことがあったんやったらそれはあの目に見えない神様みたいな人がやってくれたんやって思った方が感謝はししやすいとすいいい気持ちもいいですしね自分に感謝するっていうことはないですからね、うん、こうに。うん 宝くじを当てた俺は偉いっていやお前があったわけではない俺のおかげやんってそりゃあタンはお前かもしれんけどなっていうのはあったところで当たるところまではコミットしてないでしょっていうふうに思うところですからこれを一歩間違えるとね俺様ができたりだとか身勝手な考えに結びついていくかもわからないということもそうなんですけど何よりねこの発想はね成長するんですよ。 あの自分の力だけでは止められなくなるほど成長していく可能性があったりするんですうまくいってると思いがちだからですねうん、うん、これにあのはまるとあのとても怖いっていうに、うん、あの世の中に言うところの調子に乗ってるっていうのってその調子に乗ってるのっておそらく自らを指してます自自、うんうん、自分たちのことを自分や自分たたちちののここととをやを さしてたり挿してたりすると思うんですけども、その調子に乗ってるっていう時きって、あの他のものが見えなくなるという弱点があ,の、うん、あるわけですね。調子に乗っているだけであって、た例えばそれは あのー、世の中の時代の流れや時流みたいなものがあったりするのにたまたま乗ってるだけであって、うん、あの実力だとか積み重ねてきたものだとか、あのー、皆さんが支えてくれてることだとかということをうっかり忘れてしまうということってないとは言えない、うん、誰にでも起こり得ることだったりするのでこんなことが自分だけの力で、あのー、達成できるわけがないということを思っておくと。 あのー、ちょっとでも物事に感謝はしやすい神戸は垂れやすいのではないかと思うんですよ。うん、ありがとうございましたと。って、うん、ねこれを常に言い続けると、あのー、少なくても何かいい方向に結びつく可能性が高いんじゃないかと思うんですよ。うん、悪いことやってたら逮捕に結びつくのと同じように。だから、あのー、コンビニででももスーパーパあのー 覚悟を出したり物を出した時に「お願いします」と言ってお金払ってあの終わった時に「うん、どうもありがとう」って一言礼を言うということを欠かさないようにしています、うん、ずっとずっと昔から、うん、ありがとう、うん、あのという風にあのそんなことがあるだけでもなんかね笑顔が違うってう、うん、あの前の人には言うてなかったのに僕が「 あ、どうもありがとう。って言ったら、いつものレジの人なんでしょうね。いつもありがとうございます。っていう声が向こうから、うん、後ろから聞こえてくるっていう時があのあったり。するあのコンビニであの外国の人がのあの学生さん留学してる人なんでしょうかね。レジをやっているっていうで、名前のプレートがカタカナであの書いてあるという。あ、どうもありがとう。日本語上手ですね。っていう風に。 で、にっこり笑うってう、うん、インドの方ですかネパールの方ですかって言ったら嬉しそうな顔して「バングラデシュから来ました」って「そうですか」うんあのー「学びに来られたんですよね」っていう「うん、はい」っていうにあに、のー「頑張って日本のいいところを学び取って、うん、あの母国に持ち帰って伝えてあげてくださいね」っていうことをコンビニで交わせたり,交わせたり会話がね、うんうん、交わしたりするんですよ。あのー 形で言うとね、うん、その人の周りに突然ねあの花がパーッと舞ってるように、うん、ウキウキしてるっていうのが伝わってくれてうん、あの嬉しかったんだって自分に、うんあの「日本語上手ですね」っていうだけではなくて、うん、自分の感じから名前から見て、うん、あのそっち系だって気が付いてくれたんだっていう一言をかけてくれたんだっていうので,すで、うん、あの自動ドアであの出た後ふ振り返ったらすごく嬉しそうに、うん、あの僕がやるまでにはあの普通の あの普通の顔あの笑顔でもなければ怒ってるわけでゃないあのむっつりというわけでもないんだけれども「うん、いらっしゃいませ」というあの言葉を言うための定型文言の言葉にふさわしい顔をしてるんだけれどもあの僕の次に並んで自分が来た人にニコニコ笑いながら、うん、あのなんか声はあの画像だけなのでガラスが閉まってるからわからないけどもニコニコして喋ってるのを見た時にあの。 会話ができてよかったと思うっていうふうに思えるのってあの階段の基本の一種の使い方だと思うんですっていう形のものでこれを常に自分の頭に乗っている蓋であるっていうふうに思うんだったら、うん、脳みそパカンじゃないですけども、うん、その気持ちをパカンと蓋を開けて、うん「ありがとうございました」っていう,うに「どうもありがとう」っていうふうに「ご苦労様っていうふうに「おやすみなさい」 っていうことが、あくったくなく誰にでも言えるようになったらあの何年か経ってふっと周りを見渡すとちょっとこれまでと違った風景が出来上がってるかもしれないと思うんですこれもね、会異だと思うんですよ、うん、それまで起こんなかったことが起こったまあ、うん、そうなんで高松さん、どないでしょうかねえまあなんか東海別の日にええ話ですね、最後にニコニコ笑顔になるいいう、うん、そうせえへんかったらあかんような出だ <laughs> しやったんや <laughs>、ね うん、でも、あの、かいと、あの、不幸や災いばかりを結びつける考え方は間違いですというのは僕の考え方です。確かに。うん、悪いことが起こったから、かいであるというのは違います。いうこともありますからね。で、感謝を捧げましょうという感じが、ああの、あの、持たれた方が、うん、あの、ええ、ことに気がつく方がいいじゃないですか。っていうとこですね。はい。新春らしい話で、終わりたい、たまには。はい。 ということで、告知の方もよろしくお願いします。私からまず聞かせていただきます。うん、日月陽子は日月陽子そのものでググってください。いろいろ今年活動していきたいと思ってます。ググググ。グお願いします。一月の二十六日、えー、月に一回やっている金曜日の夜、くだんちゃん暗殺計画カッコカリニコニコ生放送なんですけれども、えー、あの途中から有料になりますけれども、まあ公式なので、えー、去年の えーとね京都で撮影した回とえーとね台湾台北のホテルで撮影した動画の総集編になると思います自分で撮影してきましたうんタイのホテルはすっごああんたの国風水の国のチャンのっていうツッコミ入れたくなるぐらいへんとこりなあのホテルの部屋に泊まった話を展開しますご期待ください 佐々木はですねフル本4つ目はでぜひインスタ検索してみてください番組では別冊怪談ラジオを販売しておりますちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、あの語っています詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になってぜひともお買い求めいただければと思いますメールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp